雄一郎です。緊急でカメラを回してます。ダビスタ98ウルー版の作者様から、なんとウルー版のオールスター版がリリースされました。オールスター版とは何か、グレード制以降、具体的には1983年生まれ以降の過去の名馬たちが登場する文字通りオールスター版です。データの作者はモスブラシューさん。タマモクロス世代からリバティアイランド世代まで収録されていることのこと。早速レースを見てみましょう。桜花賞からすごいメンバー、88年のアラホートクをはじめ桜花賞馬ばかり。桜花賞は勝っていませんが、クロノジェネシスが新世代として立ち塞がります。オールスター版の説明に戻ると、ライバル馬に成長型とダート適性が設定されているほか、競馬場での能力アップもあるそうです。すごいですね。ちなみに騎手能力も上がっているみたいです。強力なライバルが大量に登場するので、当然ながら難易度は超高め。過去のダビスタシリーズの中でもかなりやりがいのあるものになるでしょう。今回は速報版なので、レースをいくつか紹介するだけにとどまりますが、プレイ動画もアップしたいですね。西のフラワー突き抜けるか。まさかのレッドディザイアが差し切り。まさかと言っては失礼な名馬ですが、続いて皐月賞。ディープインパクトが圧倒的な人気。しかしライバルも強力。ミホノブルボンとアイネスフージンという歴史的逃げ馬が2頭。逃げ馬たちが足りず、ミホノブルボン勝利。天皇賞はステイヤー祭りですね。成田ブライアンが意外な不人気。ライスシャワーの評価が高い。名勝打倒が勝利。テーエムオペラ王がいなければこの馬が強いのか。続いてはダービー。ダービーの中のダービーです。テーエムオペラ王、東海帝王、ダンスインザダークの三つどもえか。他にもダービー馬がたくさんいますが、意外な不人気。東海帝王強いが、ちょっと岡部の仕掛けが早いか。テーエムオペラ王が突き抜けた。歴代のスプリンターたちが揃い踏み。世界を制した大気シャトルか、香港の快速馬サイレントウィットネスか、フラワーパーク、ビリーブ、シーキングザパールなど他のメンバーもすごい。勝ったのはサイレントウィットネス。凱旋門賞を見てみましょう。なんと全馬が凱旋門賞馬。連覇のトレブが人気。エルコンドルパサーに勝ったモンジューやザルカバも続きます。おなじみのロンシャン競馬場。トレブ圧勝。さすが連覇馬です。中華賞。ダイワスカーレットを筆頭に、ジェンティルドンナ、ファビラスラフィンなど歴史的名品たちが並びます。川上プリンセスが無印とは恐ろしいレベルですね。ジェンティルドンナ、人気に応えました。菊花賞はテーエムオペラ王が人気。北サンブラック、ダンスインザダーク、ミホノブルボンなど相手も強い。
せつけず勝利です。天皇賞秋も素晴らしいメンバー、人気が割れてますが、除血ウォッカが筆頭か、どの馬が勝ってもおかしくないですね。天才タバラの真矢のトップガンが勝利です。2歳のレース、ホープフルステークス、無事なら3冠もあり得たアグネスタキオンが圧倒的な人気。アグネスタキオン届かず、ロイヤルタッチが勝利です。暮れの大レース有馬記念、ディープインパクト VS オグリキャップが実現しました。さらには東海帝王、ディスグラシュ、タマモクロス、まさに夢のレース。ディープインパクト、実力を見せつけました。最後に東京大賞典を紹介します。スマートファルコン、牛バテソーロにバーミリアン、さらには難関の名品ロジータまで、素晴らしいメンバー。まさかのロジータ勝利、夢がありますね。というわけで今回はここまで。皆さんもぜひオールスター版で遊んでみてください。